はい、リチャードです。今日は24年の11月11日、他の極真以外の世界大会の観戦をして、アデミル・シアンと Facebook で偶然、知り合った私が1990年に、ウクライナに行った時のウクライナチームの監督さんだったセルゲイさんと再会というか初めてお会いすることができました。すべての日程を今終えかけて、最後にセルゲイ・シアンチームと記念の稽古をする予定で公演の下見をしております。40年経過してもアデミル・シアンの距離感は変わりませんでした。素晴らしい成績を残した選手であっても私のような、全日本に何度も挑戦しても実績を残すことができなかった人間に優しく、言葉を交わしてくれたそれも大きな会いしました。今、ブラジルから他の国でもご活躍をアドミニシアンをされているようですし、セルゲイ・シアンも自分の組織を世界中に、広めようという考えでいるようです。私も協力ができることは、していきたいと思います。今回はよその団体の方の大会を見た、ついでに大変申し訳ないんですが、それを活用させていただいてお二人の先生に、お会いすることができたし、主催者である、杉原館長にもご挨拶ができました。とてもいい行動が取れると思います。宿泊も非常にリーズナブルなところを見つけるので、サイズを荷物にこうやって掛け場カバンと紙袋一つで軽装で入れるようなものであります。今ね、公園の下見もしたし、もう一度戻って、セミナーに参加している、セルゲイ・シアンチームと公園に戻って記念の稽古をしたいというふうに考えています。そうね、今回の大会、ルールが違って30年前やっぱり時代が違うのかな。本当に手技足技が多様な技になって、言葉悪いとなんだこれっていう、昔のワンツー下段とかワンツー後ろにとか全然そんなものがなくて、カチャ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 やってて、空手じゃねえなって、なんか試験としては思っちゃいましたね。アデミル・シアンにもちょっと聞いてみたんです。強豪選手、また知名度のある選手見ててどうですか。そしたら、いや全然ダメだ、ポイント取るための空手だ、我々の時代には通用しないねっていうふうなことをおっしゃっていました。それはやってみないとね、わかりませんけど、そういう時代なのかなと、私は思いました。いろんな技が新たにね、繰り出されるという非常に驚きを感じましたね。回転胴回しの時は、当たるはずもないのに、ちょこちょこ出すようなことは言い訳しましたけど、成功率非常に低いものですから、10年ぐらいは稽古しないと必ずその確率は上がらないなと思います。あとは
まあ、続いて、まあ、大会の、まあ、総評的なことを申し上げると、セコンドの方もねしっかり、席決まっていて、神前と主審と正面と皆さんちゃんと挨拶を非常に良かったですね。ピリピリとして、で審判も偏りがなくて良かったですね。ただ私としてはあの余計な照明とかレーザー見るあれいらねえなと、空手と人の道にレーザーをかわしてるとこどうかな、これは私は私だったらやられたんですね、みたいなことをやらずに、それも後から来て挨拶をしてて、それでいいと思います。まあ先生、まあ、過去の実績等をちょこっと案内する的なのはいい。まあ、あの昔でいう総裁ジャッジっていうものもなかったし、ただ残念だったのは、まあ、実績を過去に実績を残したその他流派の先生とか特進の世界大会に出た選手の方々が鎮座されていたばかりで、紹介もされない、主審もしない、塩分をしない、あんだかかわいそうで仕方がなかったなって私は思いました。せっかくだから、まあ、紹介の方々一時代を築いた選手が数名いらっしゃるから、まあ、壇上に上がってもらってね挨拶をするみたいなことにもなったんじゃないのって私は思いました。まあ、あのこれから行う、記念の稽古に加えて大会の、まあ、総評も言ってしまったけど、まあ、本当にね皆さんよく稽古はしてるっていうふうに私は思いましたよ。私なんかとてもとても及ばないぐらいの稽古量がしてるっていうのは感じました。さすがに世界大会少林寺中のイランのチームも非常に頑張ってましたね。もちろん日本のチームも本当によく稽古するのは、まあ、腹筋を見てもまあ、延長を見ても動きが鈍らなかったっていうのはすぐに分かりましたから、本当によく稽古されたっていうのは分かりましたね。どうでしょう、分裂前の私の見方としては分裂前の特進のですよです、8か4回戦まで行けそうな選手は数名4名、5名ぐらいいたんじゃないかな。ベスト8まで食い込みそうなのが1人いたんちゃかな、どうだったかなっていう、そんな感じですかね、私の見た感じでしたけど、でもとても良かった。選手の体温みたいな、素晴らしかった。まあ、僕なかったことって言えば、その段取り、椅子を片付けたり、段取りとか、まあ、ね試し割りなんかもあんまりしないで、代表の方は肩か中披露されるかというのが一番いいのかなと思ったりしましたね。でも素晴らしい大会を私は感動しましたよ。本当にありがとうございます。まあ、あえて団体名を選んでいただきましたけど、単純に感想をしました。ありがとうございました。じゃあ一旦これで切りますね。はい、そうです。See you, Richard です。